NEXT DEV TOOL 101ということで、まあ、入門 TV ですね。入門のスライドを作ってみました。はい、ちなみに、NEXT DEV TOOL なんだか聞いたことあるよという人、どれくらいいますか？あ、いや、手を挙げてるのが、ビューフェスのスタッフなんで脳幹にしますけど、オーディエンスの方はほぼ知らないということなんで、ちょうどよかったです。はい、ということで、今日、NEXT DEV TOOL が何かみたいなのをちょっと持って帰っていただければと思います。はい、でちょっとその前にちょっとだけ自己紹介で、本名が、まあ、これ ID なんですけど、本名生田望といいまして、Twitter とか GitHub のアカウントの ID も全部これでやってますので、見かけたらよろしくお願いします。で、後で資料アップするんですけど、多分 ID 検索めんどくさいと思うんで、QR コード載ってますんで、後で見てください。はい、で、もうちょっとだけ自己紹介しますと、まず、グローバルブレインというベンチャーキャピタルでソフトウェアエンジニアをしておりまして、Vue.js の JP のコアスタッフとか、あと AnJS のメンバーをオーガニゼーションメンバーでもろもろなんかメンテナンスしてたりとか、あと片手間に NEXT と Beat にコントリビューションとかをしています。はい、でちょっと会社のロゴを出しておくので、名前だけでも覚えて帰ってください。グローバルブレインというベンチャーキャピタルがあります。はい、ということで、ここからが本編ですね。はい、で今日の、プレゼン のゴールなんですけども、基本的には、まあ、NEXT DEV TOOL とはそもそも 何ですかみたいな、なんで必要なんですかとか、どんなことができるんですかっていうのを持ち帰っていただきたいのと、あと NEXT DEV TOOL がこれからどうなっていくかっていうところをちょっとざっくり、見ていきたいと思います。ということで、第1部ですね。で、ちょっと質問なんですけども、皆さん、NEXT とか、まあ、NEXT じゃなくてもいいんですけど、なんか開発してて、なんかちょっとこれ分かんないなみたいなとかあったら、皆さん何しますかねっていうとこ聞きたいんですけど、自分としては一択で公式ドキュメントを読むんですね。これなんか個人ブログとかを見に行く前にまずドキュメントを読むっていうことをしてます。まあ、多分今これ出されて皆さんこういう感じだと思うんですけど、読んでねえよっていう、まあ、読んでますって言っても本当は読んでませんみたいなことだと思うんですけど、まあ、読んでもわからないですね、正直。自分もわからない時があります。はい、で読んでもわからないですよね。読んでも難しいですっていう状態になってます。で例えば NEXT やってる時だと、どういうことが難しいかっていうと、アプリが大きくなればなるほど、どのコンポーネントがどのコンポーネントを使ってるんでしたっけみたいな。なんか、わからないですよね。パッと見わからない。あとなんか、このコンポーネントってどこから利用できるやつなんでしたっけみたいな。なんかライブラリーとかいっぱい読み込んでるんですけど、みたいな。わからないときありますね。あと、NEXT3 になってこれ顕著なんですけど、なんかインポートしてないのに使えるんですけど、みたいなやつ。どっから来てるんですかみたいなやつ。NEXT3 で、オートインポートが入ってわけわかんなくなって。あと、途中から開発参加したんですけど、なんかこれ、今動いてるアプリどうやって設定されてるんですかみたいな。これわかんないですよね。これドキュメントに書いてない部分ばっかりですよね。であとそう、ね、結局のところ何がどういう順番で起こってるんですかみたいな。だからフックとかいっぱいあるけどよく分かってませんみたいな。こんな多分皆さん日々の業務とかで感じてると思うんですけど、ドキュメントに書いてないけど難しいことがいっぱいあります。でなんで難しいかっていうと、こういうなんか抽象的なことをですね、何が起こってるか分かんない。つまり、なんか魔法が多すぎて、目の前で魔法すごいことが起こってるけど、だからデバッグできませんみたいな。これが難しいですよね。これ NEXT3 多分めちゃくちゃ顕著だと思います。で、この魔法っていうのが何かっていうと、まあ、技術的な言い方すると抽象化ですよね。なんか物事が抽象化されすぎて、裏で何が起こってるかわからないから、実態をつかめないから理解が進まないみたいなことになってます。じゃあめちゃくちゃプリミティブな API をいっぱい用意して、それを使ってください。みたいなこともできるかもしれないけど、でそうすると覚えられるかもしれないけど、それめちゃくちゃ効率が悪いですよね。全部ビュールーターを自分で設定しますとか、なんかコンポーザルも全部自分でインポートしますとかやってるとめちゃくちゃ大変ですと。なのでここのトレードオフが発生します。でこれアンソニーっていう NEXT DEV TOOL を作った人、NEXT のメンバーの人ですけど、がこのブログを書いてて、でそのブログを要約したちょっと抽象的なね、絶対これ数学とかやってる人には怒られるグラフだと思うんですけど、抽象化してここにグラフしたんですけど、アンソニーがやってるのは
抽象化とかをやることによって、まあ、アプリのコードに集中できると、そのボイラープレートとかの部分じゃなくて、アプリとかのコードに集中できるから長期的にはメンテナビリティが上がるはずだということを言っています。ただ魔法がそのトランスペランシーが抽象化が起こりすぎて、少なくとも短期的には学習曲線がそれに追いつかないんですと。ただここのせめぎ合い、これもし学習しやすさに寄せるとこの白い線がちょっと傾きが緩くなって、長期的なメンテナビリティが下がりますよね。ファイル見に行ったらめちゃくちゃインポートがいっぱいあるとか、なんかめちゃくちゃコンポーザブルが設定されてるとか、設定ファイルだけでめっちゃあるぞみたいな感じになると、メンテナビリティも生産性も落ちますよね。で、これをどうにかしたい。このトレードオフの部分、ここの緑と白の線をどうにかしたいっていうことで、この抽象化を保ちつつ、この学習曲線をその魔法が分かるような何かが、緑の線を白い線に近づけるような何かが必要っていうことを言ってます。で、こっからがやっとあれです。それでここまでまとめですけど、まあ、抽象化と学習のしやすさ、あ、ちなみにすみません、これ言ってなかったんですけど、スライド英語なんですね。すみません、去年のビューフェスも英語なんですけど、なんで英語かっていうと、日本語と英語混ぜて書いたらテキストアラインが揃わなくて気に食わなかったからです。はい、すみません。全部英語ですから、日本語でしゃべってるんで安心してください。はい、で、抽象化と学習のしやすさ、スカンフ短期的にはですね、をトレードオフどうするかっていうのと、あと、抽象化が、まあ、その長期的なメンテナビリティ、長期的なメンテのしやすさとかを担保してくれるっていうポイントもあるし、だ この2つがあるので、どうにかそのトレードオフをより良い形にするツールが必要っていう話になりました。で、そこで出てきたのが、今日のトピックなんですけど、NEXT Dev Tools というものです。はい、ちなみにこのスクショは公式ウェブサイト のトップページです。はい、で、ここまでで、一応なんで NEXT Dev Tools が必要なのかっていう、つまり Y の部分ですね。ご理解いただけたと思うので、ここからどんなことが実際できるのかっていうのをちょっと紹介していきたいと思います。はい、で、まず NEXT Dev Tool なんですけども、NEXT チームが提供しているオフィシャルの Dev Tool です。サードパーティーとかではないので、まあ、基本的に将来性が一応担保されているような形になっています。っていうのと、あと NEXT モジュールとして一応今独立して開発がされているので、まあ、インストールしたりしなかったり、使う使わないも基本的には自由になっています。新しくインストールすると多分デフォルトでトゥルーになっていると思います。はい、っていうのと、あと皆さん多分 ViewDev Tools を使っていると思うんですけど、ブラウザのエクステンションとか、もしくはElectronの独立したスタンドアローンのアプリとかとして提供されているんですけど、NEXT Dev Tools に関しては、別個の NEXT アプリとして提供されていて、皆さんの開発しているアプリの脇で iFrame で動きます。はい、なので同じブラウザの描画空間の中で、デブツールが起動しますっていうのと、あとこれ、まあ、NEXT のモジュール作ってる方向けなんですけど、NEXT デブツールは基本的に拡張可能なので、例えば自分がモジュールを作りましたと、そのモジュール用の機能を NEXT デブツールで提供したいみたいな時は、なんか API を叩けばそこに追加することができる、何かフックすることができるっていうような形になってますっていうのと、あと1個注意点なんですけど、そう、自分がソースコードを読んだ限り、ビートのビルダーを使っている NEXT アプリじゃないとこれが動かないので、そこだけ注意です。まあ、ほぼいないと思うんですけど、 Webpack5 のビルダーのモジュール使ってたりするとこれは使えないって感じになってます。はい、で次ですね。はい、で実際どんな機能があるのかをざっと並べてみたんですけど、まあ、基本的に ViewDev Tools の、まあ、上位互換みたいな感じになってます。でコンポーネントの一覧がもちろん見れますし、あとコンポーネント同士の関係、まあ、さっき言ったどのコンポーネントがどのコンポーネントを使ってるのみたいなのが一覧できるグラフのビューが出てきたりとか、あとはビューデブツールであるようなコンポーネントツリーですね、親子関係になってる、あ、ちょっと後で画面見せますんで頭の中で想像していただければと思うんですけどっていうのがありました。あと NEXT3 に行ったの、これどこからインポートしてんのみたいな、これどこから使えるファイルなのみたいな関しても情報が載ってて、例えばインポートに関してはなんかグローバルのインポートなのか、もしくはなんかバーチャルファイルで来てるものなのかみたいな、実体がないファイルだけど使える機能っていっぱいあるので、それを一覧してくれるビューもありますと。あと NEXT のページーズ、まあ、ファイルフォルダー切ったらページーズディレクトリーの中でページの URL の構造ができると、どのページが
あるのかっていうのが分かりづらいんですけど、あのそれも一覧していきます。あとどのページがどのミドルウェアを使ってるのかっていうのも全部一覧できるようになります、はい。あとアプリのデータですね、これ今どういう状況でアプリ設定されてるのみたいな関心も見ることができて、コンフィグのところ、基本的にコンフィグ設定した情報が見れるようになってて、アップコンフィグとか、あとランタイムコンフィグとか、プライベートコンフィグも基本的にブラウザーで、デブツール系で見ることができるし、そこで編集もすることができます。はい、っていうのと、あと、何がどんな順番で起こってるのかわからないみたいなのをさっき話しあったんですけど、そのタイムラインっていうタブがあって、Google とかのデブツールズのネットワークタブとか開いていただいたときに、バーっとなんかリクエストがタイムラインで時系列で表示されたりするものがあると思うんですけど、あれが同じものがなくすと、アプリの中で何が起こってるかっていうのを、ガントチャートみたいにバーって出してくれるところがあったりとか、あとフックスですね。サーバーサイドのフックスとクライアントサイドのフックス全部含めて、どういう順番で起こってますと。あと、このフックスがめっちゃ時間かかってますみたいなのも表示してくれます。あと、プラグインに関しても、プラグインがどういう順番で実行されているかをパッと一覧することができて、で、それぞれのプラグインの実行時間も見ることができて、ボトルネックとかを見つけやすくなっています。あと、ビルドの分析もできるようになってて、まあ、こういうファイルがありますとか、あと、ビルドをデブツール経由でボタンを押して、なんか、デバッグ用の、なんですか、バンドルのアナリシスのファイルを吐き出したりとかって、そういうこともできたりします。あと、もう一個は、ビートのトランスフォーメーション。ちょっとビートのコンセプトが理解が必要なんですけど、ドットビューファイルはブラウザで実行できないですよね。あれは最終的には JS とか CSS になってるんですけど、でその途中経過って、皆さん多分ほぼ見たことないと思うんですけど、あれを一覧できるページがあります。なので、このビューファイルがこうなって、このビートプラグインを通してこういうコードに変換されて最後こうなってこうなりましたみたいな、なんかワンステップずつ全部見れるページがあります。まあ、TS ファイルに関しても同じですね。はい。っていうのがあります。っていうのと、あと、コンポーネントとかページーズとか、なんかコンポーザブルとかインポースか、なんか一覧できるのは分かりましたですけど、結局 VS コードで編集したいんですけどみたいな時にワンクリックで飛べます。はい。なんで、UI 上でコンポーネントなんか選んで、ポチってやったら VS コードで開くみたいな体験になってます。はい、そのまますぐ直せるって感じですね。はい、で、ちょっと時間を見てないんですけど、大丈夫かなということで、なんか、喋っててもイメージが湧かないと思うので、ちょっと見せたいと思います。はい。はい、見えますかね。はい。ちなみにこれは、自分が作ったサイトじゃなくて、さっきの、NAXT Dev Tools の、公式サイト、てか NAXT Dev Tool のレポジトリをクローンしてきて、その中にある NAXT Dev Tool の公式サイトのパッケージを今ローカルでビルドしてます。なので自分が全く手をつけてないです。はい、で、これ最初バッと起動した状態になってます。で、下の方をよく見るとちょっとこれ見えないですよね。下の方を見ていただくと、ちっちゃい NAXT のロゴが実はここにありまして。ダークテーマはやめればいい。このサイトはダークテーマしかないのでは？ちっちゃいロゴがポチッと出ます。はい。ちょっと見えないんですけど。はい。で、押すと、これ初回起動時なんで、ハローみたいな感じで出てきます。はい。で、なんか、NAXT Dev Tools に情報を送って、ちょっと助けてくれませんかっていうのを一旦オフにして、スタートします。はい。それと、これが最初のページですね。で、これ暗いと思うんで、ちょっと待ってください。ライトにしますので。あ、いいんじゃないですか。はい。で、これが最初のページです。オーバービューですね。なんか、まあなんかこういう NAXT とか View とかこういうバージョン使ってて、いろいろありますよっていう感じになってますと。はい。で、ページーズだったら、この、どんなページがあって、まあどういうミドルウェア、右の方ですね。どういうミドルウェアがそのページに適用されているか。を見ることができるし、コンポーネンツのページに行くと、まあ、自分がアプリ内で定義したコンポーネンツとか、あとビルトイン、NAXT が提供しているプラグインとか、コンポーネンツとか、あとライブラリから出てきたものとかがこうやって見ることができます。はい。ちなみにこれクリックするとそのファイルに飛べますが、ちょっと設定が必要なので先にそれをやらせてください。で、この真ん中のところに赤字でオーサライズしてくださいみたいなのが出てるんですけど、このターミナルとか VS,
S コードのやり取りのためにそれが必要なんで、押すとこっちのターミナルの方にですね、広がれ広がってくれ、ここにこのトークンを入れてくださいみたいな感じが出てくるので、このトークンをここに入れてエンターを押すとつながるようになります。はい、で例えばここのファイルのこれとかポチッと押すと、そこのファイルにインスタントに飛びますと。ちなみにこのファイルコンポーネントの名前分かってるけど、それどこで使われてるか分かりません、ここで使われてるコンポーネントを編集したいんですみたいな時も、このなんか選ぶモードになりましてですね、こう領域ごとにこうどこのファイルで使われてるのか出るんですけど、これ例えばここを押すとそこのファイルに飛べます、画面上で選べます。はい、でこう広げて次ですね、これ絶対20分で収まらないなっていう感じがしてますねであのビューデブツールでおなじみのあのコンポーネントツリーももちろん用意されてて、データも見れますと。はい、次インポートですね、もう何がインポートされてて何が利用できるのっていうのがここに出てきます。あと使われてるやつには何回使われてるかのなんか印もつきます。だから薄字になってるやつは使ってないやつです。でバーってで出どころが書いてあります。この例えばビューから来てるやつですよとか、この Next UI から来てるやつですよとか、パッケージ名が書いてあるんで、あのこのコンポーザブルどっから来てんの問題が解決できます。はい、ちなみにこれポストドックスに飛べます。はい、って感じになってます。これこんなんかあるけどよくわかんないからって言ってここで探して押すと飛べます。はい、あとすいません、コンポーネントのところで飛ばしちゃったんですけど、さっき言ったどのコンポーネントがどのコンポーネントを使ってんのっていうのは、こういうグラフモードがあって、ちょっとコンポーネントの数が少ないんであれなんですけど、もっと本当はバーってなんか銀河みたいに広がった大規模アプリケーションのやつを見たら、あじゃあここツリーの末端だからこっからリファクタリングしていこうとか、なんかそういう戦略が立てられるって感じですね。あともう使ってないから消そうみたいなのもできたりします。はい、でモジュールもインストールされたモジュールは一覧することができて、ここから例えばドキュメントに飛んだりとか、もしくはあのバージョンが古くなってたらここにバージョン古いですよみたいなアラートが出てきて、それポチッと押すだけであの NPM インストールが走ってモジュールがアップデートされたりします。はい、ちなみにこれ昨日の夜やってたんですけど、あのモノレポはまだ対応してないっぽくて、ポチッと押すとあのプロジェクトルートにインストールしようとしてんじゃねえバカ野郎みたいな感じで、ダブルフラグをつけろみたいななんか出てくるんで、モノレポはまだ対応してないっぽいです。はい、次であとアセットフォルダにあるファイルも全部一覧することができます。はい、こうやって見れたり、なんかいろいろコピーできたりとか、あとここで上書きとかもできます。はい、あとターミナルもインテグレートされてるんで、さっきモジュールのインストールとかしたときはここに画面がバーって出てきてログも見ることができます。あとこれがあのデータがどうやって設定されてるんですか問題を解決するためのページで、例えばアップコンフィグはこういう値になってますとか、ランタイムコンフィグはこういう値が今設定されてますとか、あとプライベートコンフィグですね、まあ、本来プロダクションビルドだとあのクライアントサイドで見れない情報ですけど、まあ、開発環境なんで一応見れるようになってます。でちなみにこのいじれるんですよね、これ。こうなんかいじれるようになってます。こういじって、オンタイムで変えられます。オンザフライで変えられます。はい。っていうふうになってます。あとは、このステートとかデータも、アシンク、あのユーザーシンクデータとかで拾ってきたデータとかは、ここで一覧して、もう一回取り直したりとかができます。はい、キャッシュされているものが見れます。っていうのと、これはさっき見たやつですね。で、ここがあのビルドボタンを押すと、あのビルドが走って、なんかバンドルのどのディペンデンシーが大きいみたいなの、1枚絵のグラフがバーンってローカルに吐き出されたりとかいうことができます。はい、あと、Twitter とか Facebook のグラフをプレビューすることができるので、あのなんか間違ってたりすると、ここで直せます。ちょっとこれ今多分バグってて、本当はここで編集画面が横に出てくるはずなんですけど、一周が経ってて、なんかプレビューしか出ないんですけどみたいな一周が経ってたので、そのうちここで編集できるようになるはずです。はい、で確かスニッペットもコピーできて、このユーズヘッドのコードコピーして書き直せば直せるよみたいなスニッペットも表示されるんで、あの
なんかツイッターのタグって何書けばいいんだっけみたいなのを一時覚えなくても、ここに見に来てコピーすればできるようになるって感じです。というのと、あとプラグインですね。プラグインがどの順番でバーって実行されているのかを見ることができます。あとサーバーとかクライアントとか書いてあって、これがどこで実行されているのかも分かるし、一番右見ると実行時間が書いてあって、あのどこが実行ボトルネックになっているのかっていうのも見ることができます。はい、ちなみに押すともちろん飛びます。はい、ファイルに飛びます。っていうのと、あとこれがタイムラインってやつで、ちょっと押すと、押して例えばここにポチッと押すとトレースして、ちなみにあのデブツールはバージョンステーブルなんですけど、ステーブルとは言ってないみたいな感じなのであの発展途上だっていうことをちょっとご理解いただければと思います。はい、たまにこういうことが起きます。本当はガントチャートみたいにバーって出てきて、このコンポーザブルがどれくらい時間かかってるみたいなのとかを取れたりします。ちょっと見れないんで飛ばしますね。あとさっき慶吾さんが発表してくれたあのサーバールーツありますよね。あのプレイグラウンドすごいですよね。もうナクストデブツールズに入ってます、ね、これ実はただナイトロのやつとはちょっと違って、あのサーバーのやつなんで、でここであの例えばこれを押して、ここの右上のボタンを押すと、そのリクエストバーンと飛ばしたりできます。はい、まあ UI が違うだけなんで同じものですね。はい、まあなんか VS コードで確かポッドマン、なんかロケットマンみたいなありますよね。リクエストとポストマンかとかありますよね。あれがここに入ってるイメージですね。はい、これなんか JSON とかクッキーとかヘッダーとかくっつけてなんか飛ばして見ることができるって感じになってます。はい、あとストレージ、多分あんまり使ってる人いないかもしれないですけど、ストレージもここで見ることができて、なんかストレージのデータをここで足したりとかっていうことができたりします。ちょっとストレージの API 多分アドバンスドなんで一旦飛ばします。まあいろいろできますよってことと、あと最後に VS コードのサーバーのやつをインストールすると、ここにエディターが開いて、もうブラウザで全部完結できます。はい、だからなんかさっきのファイルジャンプみたいのがいらなくなって、ここで直して後ろの画面で見るみたいなことができるようになります。でちょっと VS コードの申し込みが必要なんで、はい、ちょっとやってみてください。あとその他もろもろ、なんかモジュールが画面を提供してたら、モジュールごとのあのテールウィンドのファイルとかもこの中で全部見れるようになって、なんか別タブで開くとか、なんか別のポートで開くとかやらなくてよくなります。あとストーリーブックも確かこの中で開きます。はい、公式が対応しているので、はい、っていう感じになってます。もろもろあといろいろ設定も表示も好みに変えられますっていうところで、あのもろもろ開発ができますっていう感じで、一旦デモを終了して、で最後にまとめをします。はい、はい、ありがとうございます。ちょっとめちゃくちゃ駆け足で、しかも10本して表示されたっていうね、ちょっとあれなんですけど、まあ、それぐらい機能がめちゃくちゃあります。はい。で、しかも、なんかその公式は提供してるってことですね。はい。で、ここからちょっとロードマップなんですけど、一個だけ注意点なんですけど、自分が GitHub とか見て集めた非公式情報なんで、そこだけご了承ください。はい。で、基本的には、なんか載ってるもののうち、まあ、緑のところは達成してるやつで、残りの部分がもうちょっと長期的な、ロードマップとして表示されてるんですけど、まあ、NUXT Layers みたいな機能がまだサポートされてないのと、あと今後多分 NUXT の Core にインテグレーションされるようですっていうのと、あと今デベロップメントのモードで見てましたけど、ビルドした後の状態でもこれが動くようにするにはどうしたらいいみたいな話が起こってたりとか、あと VS Code のエクステンションとか、あとブラウザのエクステンション、 ViewDev ツールの中でこれを動かすみたいなのも検討されてたりするみたいです。はい、ちょっと角度がわからないんですけど、載ってる情報だけお伝えしますっていうのと、あとコミュニティからのフィードバックがすごい絶賛受付中で、あの GitHub のレポジトリってものとディスカッションのタブにあのアイデアをくれって書いてあるので、ぜひ見てもらいたいんですけど、あのもっとメトリックスを増やしてほしいとか、あとストーリーブックだけじゃなくて STOR、 あのビュー用のストーリーブックですねとかをサポートしてほしいとか、あとこれは3番目はあの公式情報ですけど、アクセシビリティのヒントを Web ツールの中で出して、アクセシビリティ向上のためのなんかツールを出すとか言ってたりします。あとロガーがないんですけど、ロガーを出してそこでなんかデータとかファイルとか、まあ、あとファイルの行数とか、まあ、デバッグでセントリーとかそういうので見れるような、あのエラーのトレースとか、なんかその辺で見られるようにするみたいな計画があるみたいです。はい、ということでまとめですけど、NUXT DevTool のおかげで、NUXT の魔法ですね、抽象化が、
まあ、デバッグ可能になって、しかも学習可能になりました。魔法の裏で何が起こっているのかを分かって、学習することができるようになりました。で、さっき一部動かなかったですけど、ナクストデブツール、今 1.2 ぐらいかな ?1.3.2 ぐらいかななんですけど、ちょっとまだ発展途上なんで、そこだけ抑えて、使っていただくって感じになると思います。っていうのと、あと、実際バグってたり、あとアイコンがちょっと違うみたいなちっちゃいバグもあったりするので、めちゃくちゃコントリビューションチャンスが広がっているので、ぜひこの機会にやってみるといいんじゃないかなと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。ご視聴